というわけでね、やってきましたけども、またやってきました。第2回。大粒 TV 第2回。ね、第1回見た人がどれぐらいいたのかはわかりませんが、ある先輩からね、お前らが喋ってるのを誰が見るんだと、すごい冷静な意見もらいましたけど、でもなんかやりたいんだと。発信したいんだと。発信した方がいいよね。そうだ、発信したいんだよね。ちょっともう一回だけ合わせて、大粒 TV 合わせたい。大粒 TV 合わせたい。せーの。大粒 TV! いや、あってないか。まあいいか。あってないか。伝えたいことあるから。伝えたいことがあってやってるから、毎回。だから見てくれてる人には、必ず何か心にお土産をね。そうだね。必ず何か心にお土産をお届けしてる。そういうことでやってますか。紹介してもらっていいですか。あ、忘れてましたね。佐賀鹿島2人だけだと思ってる人いると思うんですけど、実際は結構います。まあ、この前ね、見た感じだと2人かなって、ね。そうそうそう。やっぱ、大粒 TV の大粒なやつを紹介。今日の生き仏さんのコーナーですね。今日の生き仏さん、イエーイ。まだ早い早い早い。もう映っちゃってる。映っちゃったか。あいつ。で、エイジだな、今日の生き仏。いやー、今日の生き仏。ね、エイジ、AKA、エイジ。エイジ、AKA、エイジ。あー、どうもどうも。これ、T シャツね。ちょっと着させてもらって。俺だけ着すぎてるから、この辺で俺が、ヨレヨレだけ。だから新しいの、着てるよね、今新しいの作ってもらおうかな。佐賀島ボスの T シャツを。作りました。なんかこうやって座ると、うん、あ、案外巨乳だね、これ。案外巨乳する。案外巨乳する。これの、いいのかな、これはこれで。いや、いいでしょ。いや、そうじゃなくて、いや、俺ここがかぶり物の話してんだよ。これがいいとかじゃなくて、これじゃなくて、こういう感じじゃない、こういう感じじゃないじゃん。なんか録音とか練習とかでもずっとかぶってんだよ。いやいやいや、かぶってないでしょ。かぶってないか。かぶってないだとしたらライブこれでやってるでしょ。そうだよね。バカでしょ。ライブはそれでやらないけど、ここにいる時はずっとかぶってる。いや、わかんないけど、なかなか涼しい部屋ですげえ汗かいてっから。やばいね。まあまあでも、喋りたいことっていうのは。そう。まあ、だから桜島ポセが3周年を迎える。そうなんだよね。おめでとうございます。あの、ヒップホップ殉教連盟。坂ヶ島ポッセ、ヒップホップ殉教連盟坂ヶ島ポッセがね、2011年の5月に初めて渋谷のジャンプっていうところで始まったんです、ライブね。さすがだったよね。さすがだった、ね、さすが、息が合ってたよね。かました、息が合ってた、ね、うん、完璧息合ってた、うん、今、違うもんね。いや、今はもうかなりギクシャク、いや、今のは、いや、違う違う、ギクシャクしないでしょ。かなりギクシャク、あ、あ、運の呼吸だもんね、3人だけど。運の呼吸、そうだね、呼吸でしょ。あ、そうそう、これ、いや、あれ2つだよ。あれ2つだよ。あ、運だよ。3人いるじゃん。あ、運だ。いや、すいません、いつもお気に入りの上手いただきまーす。いや、これだけ案外可愛い。これでもしかしたら女子のファン増えるかもしれない。あ、そうだね。坂ヶ島ポッセ3周年ってことで、女子のファン増やしていこうかなと。確かに、やっぱり紆余曲折ありましたが、モテたい坂ヶ島ポッセ、うん、3周年になりまして、いろんな仲間たちをね、増やしつつ、うん、いっぱいいるけどね、いっぱいいるけど、うん、3人でいっぱいいるけど別に。まあでもこれ以外にはDJ7 と4人で坂ヶ島ポッセでしょ。あとヒロね、うん、あれヒロ、広島ポッセだもんね。広島ポッセ、うん、だけだけどね。予備軍みたいな。いや、ごめんごめん。いや、いないいない、なかなか少ないで。あんま広げんのやめとこ、うん、やめとけばいい、うん、いや、坂ヶ島ポッセ飲んで、誰が誰だかみたいな。そうそうそう、いや、よくないから、うん、こんな話してていいのか。そうね、伝えたいことは、伝えたいことはいっぱいあるから、女の子、来た女の子には必ずなんかいいことあります。これ断言します。いい、誰かが、だから誰かがお酒出してくれるとかね。いや、もうそれ以上に持っていいこといっぱいありますから。結構良くなりますから。いやいや、え、そう。いや、ちょっと、映るかな、これ、なかなか汗かいてんだよ。すげえ汗かいてる。めちゃくちゃ汗かいてる。なかなか汗かいてる。めちゃくちゃ結構良くなった。うん。あー、そう、いつもキャップ取ってね。いつもキャップ取ってね。いつもガブってね。トルマニン製、トルマニン製でしょ、ゲルマニウム製でしょ。そうだ、ね、ヒップホップ界のピップエレキバンと言われてる。そうだね、めちゃくちゃ結構良くなる、めちゃくちゃ結構良くなる。でも今日もあんまり長くなっちゃってもあれだ、たこ焼き屋に行かなきゃいけないからたこ焼き屋のおっちゃんだから。じゃあ大粒ナイトの日程なんですけど、6月21日。あ、一番いい日だね、6月21日、はい、あ、一番いい日だね、これ夜
夜。あ、やっぱり一番いい日。なんか6月21日の池袋ノット。すごいね。ノットってまさか K から始まっちゃうやつ？そう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 。クノットね。そうそう。KNOT で、俺もコットとかね、なんかいろいろ。コットとかね。なかなか難しいぞ。結構さっぱりノットって言われて、おー。つって。じゃあもうちょっと出演者の紹介しましょう、やっぱり。すごいんですよ、今回はね。すごいんだから。もう俺見たくて見たくてしょうがなかった。ヤマト民族から、インダラが、さすがだよね。ソロなんだよね。さすがだよね。さすが。俺、インダラがソロでアルバム出す前から、そろそろソロなんじゃないか。そろそろソロなんじゃないか。それなんか、スー君の。おいおい、伏線をバラすな。次がスー君なんだよ。そう来ちゃうとこだったの。インダラのソロライブを俺見たくて。あの MC バトルに出てる時からかなり個性的でかっこよかった、ね、もうね、俺もう大ファンだ。俺も大ファン、ヤマト民族が 4MC ぐらいだった時からもう大ファン。 4MC だったの？ 4MC ですよ、うん、4人いました。で続きまして、この間あのソロであのリリースしたボロ、ああボロ君、チャンボロのあの仲良しグループ、ゲンボイス、チャパと会長もね、うん、会長もね、会長に来てくれ、クリちゃんがもうやっちゃいましょうみたいな、うん、あの緩い感じで決めていくところがやばいよね。あ、決め方がね、うん、緩い感じなのに決まってる。おしゃれなんです。え、おしゃれなんです。おしゃれなんですね。逆におしゃれなんです。ほんとそう、うん、あと俺ちゃんと見てるからね、ボルトのあの TV ね、あれ俺思ったのはパプリカのなんかでっかいやつ、あとあれちょっと真面目に見つけて気持ち悪くなったからね、色加減で。あれね、目も目がさ、すごい、そうなんだ。坂ヶ島ポッセは曲がないけど PV いっぱいあるじゃないですか。そうなんだ。出してないけど、いやいや、ごめんなさい、俺たち自体が PV なんだもんね。もうやってるから、もうこれすごいからね、もうやってるからね。これで全然喋りながらずっとヒットビート刻んでんもんね。裏拍刻んでんもんね。スイングしてるっしょ。いや、なんか言いたいだけみたいな。スイングしてるっしょ。言いたいだけ。え、レループしてね、うん、グルーブしてね、グルーブしてるっしょ、グルーブしてる。じゃあ、スー君、スー君、スー君もカスカメの動画。いやいや、ごめん、じゃあから始まってちょっとスー君が、スー君、スー君って本当すごいかな、スー君。スーくんくんだもんね。スーくんくんなのか、スーくんさんなのか、うん、その前議論したの、うん、スーくんくんだと、私がやる、スーくんくんくんこれさ、スーくん聞いてたら、ほんと気分丸くすると思うんだよな。多分もう何も返してくんないと思うの。もしやばい、リツイートとかもなくなっちゃうと思うんだよな。いや、なんかやっぱし、あの俺スー君にはあの UOP の埼玉予選のライブやってほしかったの。あ、俺もそう思う。なんで俺やらせねえんだって怒ってたからね、かなりがっかりしたから。がっかり、ほんと。じゃ誰がやるんだろうね、埼玉じゃない人がやるってこと。それちょっとつまんないよね、かなりね。まあ、なるほどな。じゃあスー君に続きまして、ズルームゲームマスター。これバイトのことね、ちょっと居酒屋入ってね、埼玉のね、うん、埼玉の居酒屋入ってちょっとチビチビやってたら、そう、ほんとそうだよ。ダンサー風のね、若者たちがこうダンサー風じゃないでしょ、ダンサーが、ダンサーが、ダンサーがこうダンスパラシー花を探してたら、ズル向け、ズル向け、ほんと、T シャツまでズル向けだ。 T シャツまでズル向け。うちの近所じゃなくて、みんな T シャツズル向けだもん。マジで、みんなズル向けだ、みんなズル向けだ。主婦も、ジジイもバーバーも来てるんです、ズル向けが。エルのどう、俺のサイズがね、だからズル向け、いや、かぶって俺ちょっとこの辺ズル向けてない。またいいよ、この辺ズル向けてない。ズル向けてないから。山田くんちょっと帽子取っていって。同じ髪型が2人同じ髪型が坂ヶ島ポーズで2人いるっていうね。影武者だからお互いが、お互いの影武者だから。6月21日のオーツナイトは相当楽しそうです。 DJ もね、うん、そこかしこ怪しい人だった。モルモ DJ やるしね。やるし、そうやるしね。もし DJ ダミアンっていうのも出てくる可能性高いけど、ね、DJ ダミアンね、いや、シャイだから。30分ぐらい長いなっていう。 DJ ダミアンなんかあのターンテーブル片方ちょっとあのパリが死んじゃって、片方で右と左っつって
右と左で やれてなくて DJ っていうなんかみんなが定義がちょっと気づいてたレコードプレイヤーってことでしょ。だからワンターンテーブルじゃないんですよ。すごいワンターンテーブル、すごいな。だから針くれる人、こっちまで出ないと、うん、針くれる人ツイッターの方だ。はい、ください。DM で。買う金がない。いや、ごめん。ちょっと出したけどな。俺、結構見通しだから、なんかさ。俺なんかちょっとあれだね。まあ、そろそろ時間っていうことでね。はいはい。3人で第2回を送るってことで、ちょっとロケなんかも考えられる。そうですね。あの、近所にゴミ屋敷があるんですけど、そこのおばちゃんに送ったんですよ。あれ、マジで。このピーのやつみたいな。あ、ピー大丈夫、大丈夫。じゃあ俺近所にもあるからもう。あ、じゃあそこもちょっと日本で出てくるからゴミ屋敷でね、うん、じゃ あの最後の報告なんですけど、新曲を制作してます。あ、そうだ、今一番いいところが、うん、何ですよ、アグロバアルバム作ってますから。うん、そう、アルバム作ってんだよね。アルバム作って、作り始めて3年経ってる。そうそうだね。いやいや本当にね、年数じゃないんだよね。そう、アルバムってのは。そうだね。年数じゃないよね。年数じゃないよ。いや、年数じゃないし。だって梅干しとかだってね、つけた方が美味しいっすよ。そうだね、確かに。あと、ね、あ、まああれだけど、だから、俺たちの場合は、3年かけたからって素晴らしいでもないけどね。逆に。まあ、いいのいいの、全然。まあみんな仕事してたから。まあ、ありのままだからね。こんな感じ。新曲のほら題名ぐらい。あ、新曲の題名、見せつけるバキャク。行こうそれ。採用で見せつけるバキャク。キューボ黒ギャル。はい。すごい。今出てるからね。出てるね。見せつけるバキャク。キューボ黒ギャルの巻き。ゲー。かける気になる。なんていうことでね。逸脱してるね。ほんとすごい。でも初参加だった、まあ初参加だったけど、なんかいい感じだったね。こんな感じですよ。なかなかもうみんな30も仲間近くなってくればね。いや30仲間じゃないです、前半でしょ。いやだからもう死者誤入みたいなのしたら3のものは死者誤入しても30だから。いやだからそうだね、もっと喧嘩だ、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 33だからってみんな同級生でしょ。ちょっと誕生日が早いだけでしょ、だってそんなの。俺らね、早いなんなん。とにかく楽しいことになってきてますね。まあそう、うちはクリを筆頭にね。クリ、リーダー、クリ、みんなあっての私。子にして全、全にして子ですから。まあ本当に今のこれで俺が知ってるんで。気になくていいだろ。今のこれでお願いします。気になくていいだろ。ちょっと格好つけるのちょっとね、お願いします。子にして全、全にして子ですから。切れないように。切れないように。編集殺しだね。まあね。子にして善、善にして子ですから。あー、面白い。やばいね。そんな感じで、あのね、日本人の日本人による日本人のためのヒップホップなんて言葉はどっかに見かけましたけど、いや本当にその通りだな。それぞれの生活の中で、あのご飯、パン、味噌汁みたいなね、因果踏めればな。まあどれも踏んでないから。まあだからね。でちょっとさ、エイジ君にちょっと最後締めの言葉なんかもらえれば、ね、大粒 TV に締められるかな。そうだね、あ、大粒 TV 最後はいつも TAXY、うん、タクシーで締めてくる。絶対嘘。なんで絶対嘘でしょ。だって俺前見たっしょ。いや実は見たんだけど、なんかもう何言ってるか全然わかんないから見なかったんだよね。あわあ、T 何、 TAXYバイ、タクシーで終わってる。じゃあ俺の一言必要ないじゃん、どこにも。じゃあ大丈夫だよ、これで。いや、ほんとごめんごめん。いや、ほんと、無理だって。これ越しに滑っちゃう俺見たくないもん。大丈夫だよ。今のが一番面白いもん。大丈夫、ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。なんかヘッズに一言なんか。いや、ヘッズって別に俺のこと好きなやついないもん。嫌いなやつにも好きなやつ。いや、サチャフとかやばいっしょ。サチャフとかほんとやばいっしょ。サチャフ好きです。あ、これか、これでしょ。これでしょ。お願いします。じゃあ今のでいいんじゃない。今のでいいか。締めの言葉いくじゃん。締めの言葉ね。はい、大粒 TV、 TAXY、 タクシー。嘘でしょ。
6月21日6月21日まずやって